なんかな、ウルシュタイン 3D って全然知らないですよ、これ。友達が多分おすすめで入れてくれたのかね。なんか洋芸っぽいな。スタートゲーム。ああ、なるほどね。はいはいはい。3D シューティングみたいな感じ。えらい、ドット荒いな、このゲーム。ドット荒いぞ、これ。いや、最近僕、これに似たゲームやりましたけどね。あの、ネオジオのザ・スーパースパイっていうゲームやったんですけど。だから入れてくれてたんかな。友達が、それを見て。あれ、どうすんのこれ。あれ、どうすんのこれ。何したらいいか分かんないけど。ドット荒いな、このゲーム。スーファミやのに。ファミコンみたいやけど。開いた開いた。これでいいのか。ああ。これでいいんやね。いないな。もう行ってもうたらいいのか。あれ開かない。あ、開いた開いた。あ、ナイフになった。ナイフと銃を選べるっていうのが、まあ、ザ・スーパースパイに似てますね、やっぱりね。友達がね、入れてくれたんですね。ザ・スーパースパイやってたから。多分ね、それを見てやって。これ入れてくれたのかなっていう気がします。まあ、結構僕の趣味は分かってくれてるんで、その友達はね。ゲームの趣味はね。うん、いけるの。これ戻るのかな、さっきの方に戻るんか。あ、違うな。いけるな。荒いな、ドット。ドット荒すぎ。あ。やられたん？あ、一気死んだんや。ちょっとこれは分かりづらいな。はいはい。面白いのは面白いですね、なんとなくね、うん、ゲーム性はね。でもとやばいな。ああ、やれた。最後の残機かな、これ。あれ？これ、この牢屋みたいなの入れないか、これ。入れないな。うん。マニアックですね、このゲームは。めっちゃマニアックですね。みんな知らないですよ。声がなんか。あ、なんかある。なんや、これ。よくわからんな。あ、向こう勝手で開けてきやがった。ああ、死んだ。あ、ゲームオーバーや。なるほどね。はいはい、わかりました。うん、まあまあ面白い。